番長ミルクです。今日はお昼ご飯牛肉丼を食べながら最近の出来事について聞いてくれる。ここ最近転職活動とあと単発バイトしてたの。ウェブライターと編集の仕事は意外とね8年以上やってて、意外と舞台俳優よりもライターやってる時期の方が長いのよ私。そういう業界でこれからもやっていきたいと思ってたんだけど、子供小さいうちはなかなか正社員としてフルで働くっていうのが難しくって、雇用形態としては業務委託とかアルバイトとして長いこと働いてたのね。諸事情であるお仕事を離れなきゃいけないことになったの。私の場合 YouTube だけでやっていくっていうのが厳しい段階だから転職活動を始めたわけよ。仕事がなくなるから休職中になったのね。結果的には本当にありがたいことに自分が今までしてきたことを活かせて、なおかつ新しいことにもチャレンジさせてもらえる、すごく自分が探していた条件にぴったりのお仕事が見つかって本当に良かったねって、本当にありがとうございますって感じなんだけど、本当に転職活動ってめっちゃしんどいね。転職活動今まであんまりしたことなくて、探そうと思ったらすぐ見つかってた方だったんだけど、もう今回はすっごく長くて、今回は転職活動めっちゃ大変だよっていう、転職活動どうだったかっていう近況報告をさせてください。転職活動するって言っても何からすればいいんだろうと思って、めっちゃネットとかで検索して、求人サイト、リクナビネクストとかね、転職エージェントとかいっぱいあるじゃん。そういうところに履歴書と職務経歴書をアップロードして仕事探しまくったの。主に私はウェブ関係でやっていきたいなと思ってて、編集とかライターを中心にいろいろ探してたんだけど、ライター編集だけで探して、東京都内でとか在宅 OK でとかフルリモートでとかいろいろ探すとなかなか厳しくて、いろいろ幅を持たせて検索することにしたのね。動画編集のスキルもあるし、 SNS 運用もできるし、ウェブのライティングとか編集とか SEO 対策とか、まあ、SNS 対策もできるし、自分にとって強みがたくさんあると思ってたんだけど、まあ、最初はとにかく焦ってた。早く仕事を見つけなきゃと思って、興味があるものっていうのをいろいろ応募したんだけど、エンジニアとかデザイン関係も、まあ、送ったんだけど全然結果が伴わなくて、自分が今までやったことない新しいことにチャレンジするのも素晴らしいことなんだけど、私もう36歳なんだけどね、36歳で転職活動しようってすると、新卒の人がチャレンジするっていうのと、今の私がチャレンジして会社に入るっていうのとちょっと訳が違うんだなっていうのをなんとなく感じたの。実際に面接官にいろいろ言われたっていうのも正直ある。いろんな価値観の方がいるわけで、そこの会社にふさわしい人を求めてるっていうだけなんだけど、あなたの年齢から新しいことにチャレンジするのは別に悪いことじゃないけど、新しいことにチャレンジしてある程度一人で仕事として仕事を取って食っていくには、2年後とか4年後だったらもうあなた何歳になる？38とか40歳になるでしょって結構言われるんだね。私ね、ぼーっとして見えるのかわかんないんだけど、めっちゃくっちゃ言われる方なの。昔からすっごいはっきり言われる方で、それは舞台の世界でもそうだし、保険の時もそうだし、まあ、とにかく結構きつく言われることが多いのよ。面接でもきつく言われることが多くて、本当にその通りなのかもしれないけど、転職活動を久しぶりにやって希望に満ち溢れて転職活動をした立場としては、なかなかきつい発言だったなって思った。会社によってはエンジニアとしてとかデザイナーとしてのスキルを身につけながらお仕事をして、それからプロデビューをしてお仕事も任せていけるみたいな、本当に素晴らしいカリキュラムがある会社もあって、そういうとこっていいなって思ったのね。教育システムもあるし、書類選考はまあまあ受かってるんだけど、劇団四季出身の人でライズアップも優勝しててウェブライターしてるって、全然違うジャンルのものでやっていってる人ってどんな人なのか、単純に会ってみたいですっていうところがたくさんあって、ありがたいことに書類選考は受かるんだけど、話してみてそこの会社にマッチしてないとか、今あるポジションにマッチしてないとか多くてしんどかったね。自分をアピールするのは得意な方ではあるんだけど、アピールするとしてもその会社に沿った、そのポジションに沿った、ここに合致してますよっていう、相手が納得できる伝え方をするっていうのが最初のところは分かってなくって、最初の方は苦戦したな。仕事もすごく大事だけど、それと同じくらい、それ以上に家族のことを本当に大事にしてるし、子供が小さいし出張に行ったり
りとか、私が深夜に帰ってくるとか、まあ、夜遅く帰ってくるっていうのは、まあ、現実的に難しいわけよ。残業はあんまりできないとか、在宅とかリモートの対応ができるかとか、どうしてもそういう条件になってきちゃうと、条件が狭まっちゃって、難しいなって思って悩んでましたね。転職活動ってもしかしたらそういうもんっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、めっちゃ落ちるなって思い始めて、相談したのね。夫にも相談したけど、家族に相談したら、家族にめっちゃ分析得意な人がいて、そもそも転職活動は何ぞやっていうこととか、志望動機であったり、自分をどういう風に伝えれば効率よく伝えられるかっていう方法とかを一緒に戦略を立てたのね。転職活動し始めは慌ててて、早く仕事見つけなくちゃ、とにかくいい条件のところに就職決まらなくちゃと思って慌ててたのね。仕事探さなきゃいけない状況になったのあまりにも突然だったから、子供もいるし家族もあるし、テンパってたところはあったんだけど、一旦冷静になって考えようって、私ね、気づいたの。今までうまくいってきたなって思ったのって、なんとなくやってきたわけじゃなくて、やっぱ戦略的にやってきたっていうのが勝ちポイントっていうか、うまくいってきたポイントだってことに、だいたい 1,2 週間ぐらい経ってやっと気づいたの。なんか私忘れてる、自分のスタイルを忘れてる気がするって思って、もっと戦略的に転職活動をしなきゃダメだってことに気づいたのをやった。転職活動なんとなくやってちゃ勝てないって思って、転職活動ってさ、募集人数が10人以上の枠もあれば、1人とか2人しか合格しないところもあって、たくさんライバルがいる中で、そこの企業が雇いたいって思う人材って、何かしら雇うべき理由がなきゃいけないわけなんだけど、そこの理由に寄り添えてなかったというか、私という人物がどういう人なのかっていうのを適切に伝えることができてなかったのが敗因だなってことに気づいて、今まで自分が自己 PR でどういう風に話してるのかっていうのを正直に言ったの。そしたら家族が、あ、それめっちゃダメだと思うって言われて、何がダメなのっていうのを原因を聞いて、一緒に戦略を立てていって、で結果的にその戦略通りにやったらすぐ決まって、何やったん今までのっていうか、今までの行きたいなと思って不合格になった企業の面接もう一回やらしてって思ったくらいミスったね。大手の有名なところとか、ここもし自分が行けたらめっちゃ行けてるなっていうところも受けたんだけど、もう本当にね、戦略的じゃなかったね。思ったことをそのまま言っただけっていう、子供と一緒にいる時間が比較的多くて、仕事もオフィスに行って仕事をするというよりも在宅で仕事をすることが多かったのね。劇団四季の俳優をした時、やっぱあざみ野の稽古場によく行ってたり、劇場に出てたし、保険の営業の時は私は主に東京の渋谷で活動してたの。まあ、営業所は全然別のところにあったんだけど、でその時はやっぱ外に出てたくさんの人に会ってたんだけど、子供が生まれてここ数年はやっぱ家にいることがすごく多くて、子供が例えば体調不良になった時はすぐお迎えに対応できるようにとか、だから産後すぐってさ、体調すぐに治るわけじゃないじゃん。いろんなことを考えて家にいる時間っていうのを大事にする生活スタイルに変えたのね。でそうすると家庭に目が行きがちで、家族がこうなってほしいっていう夢がすごく強くなっていって、まあプラスのことではあるんだけど、まあビジネスの点として言うとちょっとそれは違う方向性だったかな。だからそういうのもあって転職活動うまくいかなかったのかな、自分の範囲だと思ったんだけど、もっとビジネス的な観点から自分のことを分析して伝えるべきだなとか、自分が今までやってきた実績をストーリーとして伝えるときにどう伝えたらいいかっていうことを、まあ、研究したりちょっと練習して、転職活動いつまで続くんだろうと思って、なんか永遠に続くような感じでしんどかったんだけど、あるところの面接を受けて、その日の当日に一緒にお仕事したいですって声をかけていただいて、まあ、働くことになったんだけど、転職活動って本当にしんどいよね。びっくりした。世の中の人、転職活動をさ、ちゃんとスーツ着て会社に足を運んで面接受けるのって本当偉いなって思った。いや、私もスーツも買ったの、ちゃんと一式揃えて買って、髪の毛も今まで茶髪だったり金髪だったけど、やっぱりそれだとふざけてるように見えたら困るなと思って、悪い意味で派手に見えたらダメかなって思って、だからそういうのもあって髪の毛もね、まあ、暗くしたの。イメージってめっちゃ大事じゃん。視覚的なイメージ、この人いい人そうだなとか、誠実そうだなとか、仕事できそうだなっていうパッと見の印象ってさ、やっぱ変わらないじゃん。そういうのもあってちょっと落ち着いた感じにしたのね。まあこれからまた変わるかもしれないけど、
やっぱうまくいってない面接ってすぐ分かるね。本当にミスったなっていうか、やっぱ自分がね全然興味ないところとか興味持てなさそうなところとか行っちゃダメだなって思った。むしろなんでそこに応募したの、なんでだろうねみたいな、焦ってたのかなとか、まあそういうアホな失敗を経て自分に合ってるものとか、まあ、自分の強みっていうのは何かっていうのをちゃんと分析したけど、いや当たり前なのかもしれないけどマジで自己分析大事だなって失敗を経て思ったね。仕事選びの優先順位も全然決まってなかった。自分ができることとかできないことっていうのもちゃんと分かってなかったなとか、勝てる見込みがあるところというか戦略を立ててここだったらきっと採用してくれるだろうなっていうのもちゃんと分かってなくて漠然としてたなとか、その間も単発バイトしてて、このところたまに表参道に行ってたのは、表参道のあるオフィスで単発バイトがあって、そういうので行ってみたり、オフィスに入ってお仕事をするっていうのが全然なくて、そこで働いてる人とか見て、あ正社員ってこんな感じかとか見てみたりして、たまたま横に人事とかそういう決める方が横に座っててすごいいい人で、自分の転職活動の状況とかちょっぴり相談したのね。こんな感じのとこ受けてるんですけどとか言ったらすごく的確に言ってくれて、本当に困ってる時って自分一人でいろいろ考えてやるっていうのも大事だけど、その分野に詳しい人に相談するっていうのも本当にね大事だと思った。例えば劇団四季のことについてだったら、やっぱ劇団四季出身の俳優さんに聞くとか、中の人にいろいろ聞くと、内部情報を漏らすっていうのは絶対ダメだけど、勝ち方のコツって絶対あると思うのね。まずはやってみるっていう精神も大事だと思うけど、やっぱ微調整をすることって本当大事だなって思いましたね。これからも自分で勉強を続けていってとはまあ思ってるんだけど、転職活動をしてメンタルやられるっていうのはね多いらしくて、リフレッシュしてね美味しいもの食べたり公園に行ってのんびりしたり、そういう時間も大切にしてくださいということで、番長は牛丼をもうすぐ食べ終わるので今日はこの辺で、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。番長ミルクでした。